200m 銅メダリスト日本の桐生祥秀選手おめでとうございます。シニア、ジュニアを通じて 100m では初めての日本人として初めてのメダルですけれども、今の感想を。そうですね、やっぱ自分決勝すら行ったことがなかったんで、今までの大会でそれを目標にしてたんですけど、準決勝、まあ、なんていうかギリギリ通過だったんで不安だったんですけども、やるときはやるしかないんで、でも一応メダルは取れてよかったです。嬉しいメダルですか、それともちょっと残念な気持ちもありますか。メダルを取れてほっとしたっていうのもあるんですけど、やっぱ大会前から目標にしてた金メダル、一番いいメダルは取れなかったんで、まあ、後悔、少し、まあ、悔しさもありますね。キャプテンとして、あとはリレーも残っていますけれども、リレーではどういうメダル、また結果を残したいですか。やっぱここ来る前からチームメート全員と金メダルを目標にっていうので来たんで、もちろん一番いいメダル金を取りたいと思います。残りのレースも頑張ってください。はい、ありがとうございます。